精進の大杉二2019年6月16日撮影。精進の大杉は、山梨県南鶴郡藤川口湖町精進にある、杉の巨木。樹齢は1200年と伝えられており、別名、千年杉と呼ばれている。杉の巨木としては、山梨県下有数であり、1928年1月31日に、国の天然記念物に指定された。 商人の大杉甲府市商人の大杉の一樹高は約40メートル。2019年6月16日撮影。商人の大杉は山梨県南鶴郡富士川口湖町商人に鎮座する諏訪神社のご神木として、同社境内に生育している。商人地区は富士五湖の一つ商人湖北河に位置しており、貝の国と駿河国を結ぶ街道の一つである。 中道王館の小さな宿場として古くから人々の往来があった場所である。精人の大杉は精人地区の中央を南北に走る中道王館の西側に鎮座する諏訪神社境内の南側旧精人小学校入口付近に生育している。1931年に発行された山梨県名牧師によればその当時は根本の北側半分は土中に埋まっており、 周囲を約3メートルの石垣で囲われていたというが、山梨県下に大きな被害をもたらした1966年の台風26号による土石流災害の復旧工事によって周辺に土が盛られ整地された。この盛り土によって正確な測定はできないものの根元は南側が北側と比べて約70センチ低くなっている。 富士口湖町文化財審議会が2011年に設置した現地解説版によれば、高い方の北側の地面に沿って計測した根元の周囲は12.6メートル、樹高は約40メートル、枝張りは東側が7.5メートル、西側が11.3メートル、南側が11.0メートル、北側が8.5メートルと計測されている。諏訪神社境内には、 寒六6.9メートルの精神諏訪神社の大杉や下位四4.6メートルの裏白もみの巨樹があり、境内一帯にそびえた月には遠方からもよく見える。1928年に当時の山梨県教育委員会が編集した史跡名商天然記念物調査報告書第3週の中でも精神部落の一宮に他の数株の大杉と共にそびえ、 古城の都選中よりも人目の下に望み得たと述べられており、巨樹として古くから人々に知られる存在であったことがわかる。山梨県内の杉の木の大きさとしては、南駒郡早川町にある山王神社の湯島の大杉が約1300年前の天平正法年間に神社の境内に植えられたとの言い伝えがあり、樹高は高地面上45メートル、低地面からは50メートルあり、 この杉の木に次いで県内第2位の大きさを誇る。なお、湯島の大杉は山梨県指定天然記念物である。ありがとうございます。